どうも、ベニオです。今回は 3D プリンター用の UV レジンを専門で販売されているレジオーネ様から2種類のレジンを提供いただいてのレビューとなります。まあぶっちゃけるとレビューとはいえ、僕の性格的にはあまり忖度できるようなタイプでもないし、お世辞もちょっと苦手なんで、残念な性能だったら言葉を逃がしちゃうと思うんですよ。で、あえて開幕から感想を言わせていただくと、控えめに言って最高レベルです。ちょっと動画では伝わりにくい部分でのメリットがすごくあるので、レビューでできるだけ伝わればいいなと思います。あと 3D プリンター関係の動画は割と海外の方の視聴も多いようなので、今回 YouTube 側の字幕設定は英語にしてあります。で、今回のレジオーネ社なのですが、私の周りでの利用者は全くおらず、完全に未知数だったんですが、本当に結果的にはありがとうございますっていうような内容でした。まず、こちらの M58 が ABS ライクのグレーになります。ABS ライク自体は初めての仕様なのですが、思っていた ABS 感とは結構違う方向でメリットをたくさん受けることになります。こちらが G217 で何応変のクリアレジン。まあ通常の2液混合のクリアレジンでも変色は付き物なので、どのくらい綺麗かってところが気になるところだと思います。こちらがレジオーネ社のホームページになります。こちらのサポートから各種 3D プリンター向けのプロファイルが置いてあります。なので自身の所有しているプリンター、私の今回使用するフローズンソニックミニ 4K を選んでプロファイルをダウンロードいたします。ここに対象機種がいろいろ書いてあるので、この中でね、自分の使う 3D プリンターを選んでください。それではキッズボックスの方を起動。設定の項目から右上のインポート、こちらですね。で、先ほどのプロファイルを読み込みます。この中にフローズン社なら対応機種が各種ありますので、自分の機種を選んでください。そうしますと、上のプルダウンメニューの方にこんな感じですね、レジオーネ社のレジン一覧が選べるようになりますので、まずは M58 を選択。で、印刷設定の方を確認します。露光時間は通常のレジンよりは少し長め。で、私の場合、失敗原因の多くはボトム部分での生成されないパターンが多いので、こちら気持ちレイヤー数をね、3から15まで増やしておきます。10ぐらいでも大丈夫ですけどね。で、ボトムレイヤーの露光時間も気持ち増やしてあります。レジンバットの方にレジンを注ぎます。レジンは利用前にはしっかり振っていただいて、攪拌することをお勧めします。まあね、この撮影前にガッツリ振ってるんで、今はね、ポーズだけです。普通のレジンよりはサラッとしてる気がしますね。で、今回テストプリントするのは2021年9月開催予定、今現在非常に怪しい感じですけど、ワンダーフェスティバルで販売する予定の24分の1デスメッセンジャー、これを全長10センチサイズにダウンサイジングしてプリントします。マスターの24分の1の方は120パーツぐらいあるんですけど、こちらは8パーツほどに分割して、こうさらっと出力できるようにしてあります。はい、早送りで印刷を中継。ちなみに3回に分けてプリントしています。こちらが M58 でプリントして IPA 洗浄 UV 効果まで終わった状態になります。まずはこの状態でチェックしてみます。
わかりにくいけど、アンテナは 0.7 ミリくらいの太さですが、しっかりと出ています。まあサポート取るときにね、ちょっと雑に扱って折っちゃったんですけど、細かいモールドとか筋彫りも問題なく、というか非常に高精細に出ていますね。正直 ABS ライクっていうのは性能は良さそうだけど、表現はだるいんじゃないかなと勝手に想像してたんですが、それはいい意味で裏切られました。めっちゃかっちり出ていてすごく綺麗です。今回時間短縮の関係でなるべく早く出せる配置にしたので、このボディの正面の面がね、どうしても緩い角度になってしまって、ちょっと積層が目につくんですけど、これはレジンのせいじゃなくて私の配置のせいなので。こっちのね、頭なんかはめっちゃツルツルです。ほんとね、気持ち悪いくらい。本当はこの作業パート撮影予定じゃなかったんですよ。で、ここがね、今回私がめっちゃおすすめするストロングポイント。多分多くの原型師さんが作業する中で最も辛いと思われる部分、サポート外し。うちのガレージキットで原型がだいたい毎回100パーツは優に超えてくるんですけど、この作業をその数行うんですよ。これね、サポート外すときにちょっとでも雑に作業すると欠けるんですよね。本体側がサポートと一緒にもげるっていうかね。まあその辺の感覚は多分この動画を見てる人だと絶対にわかると思うんですけど、で、この高人生を歌う ABS ライクレジンなだけあって、割と雑に切っていっても欠けないんですよ。これ本当にね、些細なことのように思えるんですけど、私なんかにはめちゃくちゃ作業効率が上がる部分なので、すごく助かるんですね。ちなみに当然ながら表側の表現力というか高精細な仕上がりも現状最高クラスの綺麗さです。多分ね、こんなパーツから近い位置で刃を入れてたら、もう今までならね、パテ埋め必須ですよ。これ、この作業感っていうのがね、うまく伝わるか本当わかんないんですけど、ちょっとね、衝撃的なぐらい僕の中では作業しやすかったんですよね。で、ここがサポート面だった部分。多分ね、普通のレジンのレビューだったらこの面見せないですよ。一番汚いし、パテ埋めとかしてるし。でね、ここを見せれるっていうのがこのレジンの本当にすごいところだと思います。めっちゃ綺麗でしょ。エッジがきちんと残るとかね、ちょっとすごい。はい、組み立て完了です。10センチサイズでこの綺麗さ、まあね、その辺は言葉で伝えるより画面見ていただいた方が伝わりやすいとは思うんですけど、これピンバイスは1ミリなので、モールドと比べてのサイズ感とか伝わるかな。これだとなるべくアップでね、こう綺麗さが伝わるといいんですけど、どうですかね。まあ曲面に関しては本当申し分ない綺麗さで出るんで、やっぱりあのメカモのちょっとエッジがカチッと立ってたり、面がしっかり平らだったりするとどうしてもこう出にくい感じっていうのはあるんですけど、あとね、これ ABS の特徴として傷がつきにくいらしいんですよ。で、こんな感じで軽く削っても、まあ後はつくんですけど、全然気にならない感じというかね。まあこの辺も非常にメリットですね。これバックパックなんかもワンパーツで出してるんですけど、もう全然問題ない感じで。で、ここまでかなりベタ褒めなんですが、いくつかデメリットがありましてね。まずはお値段。Amazon JP で購入できる最安値の UV レジンのだいたい倍ぐらいのお値段。とは言っても他社の ABS ライクも同じくらいの価格帯なので、この製品が高いっていうわけじゃなくて ABS ライク自体が高いっていうことなんですけどね。
まあ価格の部分に関しては手間を取るか時間を取るかの差になってくると思うんで、まあ結果としては一緒なんじゃないかなと思います。なんで僕は多分この M58 今後は使うかなと思っています。あとは日本におけるコマーシャルというか販路というか、もう多分皆さんも初めて見るでしょうし、僕もね使う前にちょっとツイッターとか調べたんですけど、利用者がほぼほぼいない状態なんですよ。なんでどうしてもね二の足を踏むと思うんですよね。だからその辺はねメーカーさんにこれからどんどんプロモーションとか頑張っていってもらって知名度を上げればかなりユーザーは増える商品だと思います。で続いては G217 南欧編のクリアレジンです。こちらも先ほど同様よくシェイクしてから、これどうなんですかね、印刷中に気泡残ると内部気泡残るから振らない方がいいんですかね、ちょっとわかんないな。でクリアレジンでプリントするのはフェイトステイナイトからエクスカリバー。まあ先だってねアルトリアのレビューでちょっとデータを作ったんで今回利用します。まあねクリアになればインビジブルエア。こちらも上のプルダウンメニューから G217 を選択。で印刷設定を確認。こちらは1レイヤーあたり 4.2 秒なんでかなり長めですね。で先ほど同様ボトムレイヤー数と露光時間を気持ち増やして変更。はい、クリアレジンプリント中。まあこちらは1セットで完了します。 G217 の IPA 洗浄と UV 効果が終わった状態、こんな感じの透明度ですね。これもね時短のためにちょっと浅い角度でプリントしてるんで、本来ならばかなり立てた方がもっと綺麗にプリントできるんですけどね。さて生検を3本ほどご用意いたしました。向かって左からプリント状態のもの、先ほどの状態からサポートを取ったものですね。まあ透かしてみるとこんな感じ、すりガラスぐらいの透明度ですね。続いてはプリント状態にクリア拭きをしたもの。これねぶっちゃけクリアだけでこんだけ透明度上がるんなら、なんか簡単に使うものであればこれで十分だと思います。もう見ての通りねかなりの透明度なので。では最後に表面処理からクリアを拭いた状態のもの。もう言うことないですよねこれ。あの二液混合のクリアレジンを真空引きしたのとぶっちゃけ変わんないです。これ見ての通りの透明度なので、こう一品物のクリアパーツとか使うときはわざわざ複製するよりも圧倒的に手間は楽だと思います。ほんとね驚きの透明度。この 3D プリンターで使うクリアレジンも初めてだったんですけど、表面処理にクリアでここまで綺麗になるとはちょっと思ってませんでした。このクオリティならキットに付属させるクリアパーツなんかはこれで十分なんじゃないかなとちょっと今思ってたりします。さてさてそんなわけで今回はレジオーネ社の M58 ABS ライクレジンと G217 クリアレジンのレビューでした。本当に想像以上に ABS ライクレジンの扱いやすさと綺麗さにちょっと感動しました。うちはね多分今後メインでこのレジン使っていくと思います。でまあ僕同様に 3D プリンターで原型とか作ってるような人で、その中でもちょっとレジンなんかに不満がねちょっとあったりする人、もしねよかったら試しにこのレジン使ってみてください。本当にねかなり
びっくりすると思います。あと今回提供いただいたレジオネ社のホームページ、あと使用した M58G217 などなどの購入先リンクは概要欄に貼っておきますので、本当興味のある方はぜひお試しください。そんなわけで今回は少し長めの動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。また今後も 3D プリンター関係の動画などちょいちょいではないですけど上げていけると思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。